ツチームいくつ知っていますか？今回はとってもかっこいいあのチームの魅力と素顔に迫ります。魅力発見岡山なんでも調査隊ゆず編、それではスタートです。今私はジップアリーナ岡山に来ています。このキッキッキッという音聞こえますか？そうなんです。今回はバスケットボール B3 リーグトライフープ岡山の魅力に迫ります。2018年に発足し B3 リーグ3シーズン目を迎える我らがトライフープ岡山。昨シーズンの成績は30勝10敗で参加11チーム中2位の好成績を収めました。トライフープ岡山は今シーズン B2 リーグ昇格をかけた戦いに挑みます。B3 リーグは全15チームでの総当たりリーグ戦を行い順位を決定。2位以内で B2 に自動昇格。トライフープ岡山は3位以下でも昨シーズン2位のため昇格する可能性があります。チームの指揮を取るのは昨シーズントライフープの選手としても活躍した蛭木健二ヘッドコーチです。やはり今シーズンは B2 昇格っていうのが一番の目標だとは思うんですけど、はいはい、そのために今このチームに必要なことって何ですか？もっともっと、賢くプレーすることであったりとか、相手よりもその泥臭いプレーであったりとか集中力であったりっていうのを必ず相手よりも上回らなければいけないという上背がそんなにあるチームではないので、なんかその中でこう今シーズン期待の選手って誰ですか？誰か一人が活躍するっていうことではなくて、全員でやっぱりボールをシェアして的を絞らせない、チームとして相手の脅威になるっていうことを目指しているので、 B2 リーグ昇格に向けてトライフープ岡山注目の選手をご紹介します。今シーズンキャプテンを任されたのが在籍3年目背番号16小坂井翼選手。昨シーズンはスリーポイントシュートでチームを多くの勝利に導いたスモールフォワードです。でも今シーズンはやはり B2 への昇格が期待されていますが、はい、去年2位という結果で、まあ、その他のチームに比べたら、まあ、その近いところには今 B2 に近いところにはあるんですけど、でもまあそれにこう頼るのではなくて、まあ、僕ら自身はその優勝を狙える力はあると思うので、まあ、しっかり、まあチームで戦っていきたいと思います。地元岡山出身の選手も頑張っています。背番号18岡田陸斗選手、強靭なフィジカルを武器に攻守でチームの勝利に貢献するシューティングガードです。地元でプロとしてこうプレーされるってどうですか？僕は小さい頃プロチームがなかったので、今の若い子たち、小さい子たちの目標になれるっていうのはすごい嬉しいことだと思うんで、本当にやりがいがあるなと思います。B3 リーグから B2 リーグへっていう思いは強いですか？めちゃめちゃ強いです、うん、B3 優勝して B2 昇格することです。今シーズン新加入の期待の新戦力が背番号10ハンターコート選手です。188センチの長身を生かしたダイナミックなプレーが武器のポイントガードです。怪我をされたって聞いたんですけど、はい、膝の前十字靭帯っていう結構難しいリハビリも難しい怪我なんですけど、はい、今は問題ないですか？問題ないです、はい、B1、B2 でのプレー経験を持つハンターコート選手ですが、2018年12月左足の大怪我により戦線を離脱。長期にわたるリハビリ期間を経てトライフープ岡山で再スタートを切ります。自分だけに今年活躍するんじゃなくて、お世話になった人と皆さんとかずっとサポートしてくれた皆さんのために活躍したいですね、はい、我々は優勝以外は見ていません。でそのためには、選手たちの頑張り、僕らコーチ陣の頑張りももちろん必要ですけれども、何よりも岡山の皆さんの、後押しであったり情熱が必要になってきますので、ぜひ僕らを後押ししてください。岡山県ではトライフープ岡山の他にもバジアーノ岡山、岡山シーガルズ、卓球 T リーグ男子の岡山リベッツのホームゲームに県民を招待して実際に応援してもらう事業を実施中です。詳細は岡山県スポーツ協会のホームページをご覧ください。いかがでしたか？もうかっこよさ満載でしたよね。
これからもいろんな気になることたくさんお伝えしていきます。チャンネル登録お願いします。